寝すぎた。外明るいわ。晴れてそうだ。うん、風もない、うん。絶好の焚き火日和だ。うんうん、寒かったか？あったかい？うん、あ、本当。眠れた？うん。ネクタイさん、大丈夫かな？ネクタイさんの心配？溶けていなくなってないか。え？溶けていなくなってないか。起きてる。早起きてるわ。早起きた。よし。島探すか。うん。ちょっと外出る前にアサリ砂出しします。朝起きてすぐ砂出しする人なんかなかいない。毎回さ疑問に思うけど、アサリは水だっけ？アサリ塩入れないだろうんだっけ？アサリは海の人、アサリは、ね、アサリ海だね。ってことは塩か。クマゲラいる。クマゲラいます。これ？うん、キルキルキル。結構たっぷり塩お願いします。滑る、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 滑る。おお、めちゃくちゃ晴れてる。晴れてるじゃん。あったかい。あったけー。いや、あったかくはないけど。なんだろう、いつもより気持ちいい。クマゲラだっけ。クマゲラの声聞こえた。うわ、めっちゃ綺麗。待って、最初に。え、最初に。ああ、すごい大きい木落ちてる。上からこんなの昨日なかった。危ない。こんな大きいやつ2本も落ちてきてる。生死をさまよったのか、ネクタイさん。昨晩ニコニコしてる。大丈夫でしたよ。大丈夫でしたよ。スレスレですよ。いえいえ、大丈夫でしたよ。20センチもないんじゃないか。ね、溶けてないね。あら、寝るとき帽子外してあげるの忘れてたね。てかネクタイ外した方がいいんじゃない。ずっと仕事モードじゃん。いい香り。晴れっていいね。晴れって本当に最近晴れを見てなかった。なんか太陽っていいね。なんか本当太陽見てなかったね最近。だからか、なんかずっと曇りとか雪とかだから太陽気持ちいい。いるな。シマエナガいます。ジュルジュル言ってます。そう、うん、右後ろにいる。そっち。あ、今の、今の。ほら、いた。うん、いや、さっきクマゲラいて。シマエナガ探しに行くか。
シマエナガいなくなっちゃったかな、うん、あの巣はシマエナガの巣かな。あんな公共の場に作らんちゃすな。公共の場あ、ネクタイさんの友達かい。待って、髪？目？髪か、あれ。あと、尻尾？個性出ますね。個性出ますね。めっちゃ滑る、めっちゃ滑る。何その歌？スケートといえばこの歌じゃない。やばい、なんだっけその歌。いや、聞いたことある。お楽しみのカフェラテタイムです。初カフェラテ。そしてちょっとこちらに牛乳を。開けるっけ。うん、開けよう。ちょっと牛乳熱くしすぎたので、先にコーヒー。ちょ、これ牛乳やりすぎたな。60度ぐらいがいいらしいんだけど、多分90度ぐらいある。これ初めて今日使うんだよね。ちょっと俺もそれ見たい。まだやんないよ。ケンは着々と片付けをしてます。元っ腹コーヒー。濃いめにしたらいいのかな。なんか最近ケンとカフェラテにハマってて、家で作った方が良くないって言って買いました。多分ね、これエスプレッソの方がいいのかな、本当は。とりあえず普通のドリップコーヒーこれぐらい入れて、エスプレッソと井上陽水のものもね、してるの聞こえますね。お元気ですか。で、ミルク。さてさて。わ、その入れ物かわいいでしょ。うん、やばい、緊張してきた。これにこれをこうして、で、このなんかね、ミキサー的な熱、ミルクフォーマーっていうハリオっていうとこの、なんかアマゾンで1800円ぐらいだった。安っ。しかも3000円ぐらいのが半額になってたのさ、これを入れーの。電池ついてくんの。いや、入れたよ、家で、うん、じゃあやるよ、うん、おミキサーだ。そんなもんかな。あんまやりすぎると多分もうちょいじゃん。本格的。わ、すげえ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 。そんなもんってことにしとく。うんうんうん。こんな感じ。バリスタの血騒いできた。ケイト、オーストラリアでバリスタやってたもんね。一応ね、普通に作れるでしょ、あのアートじゃなければ。アートも最終的にはできるようになったよ。ハートできたよね、うん、めっちゃ上手くなってたよな。こうやって泡をなくすのが重要ポイントです。入れるよ。あれ、あ、でも惜しい。来てる、なんか来てるよ、剣。ほら見て、横から。お、ぽい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 。なんかぽくない。ぽい。ちょっと飲んでみよう。うん、飲んでみよう。どれどれ。ケイト、ありがとう。いい乾杯。しかもいい方俺にくれた。マジで。ああ、いい香り。いや、でも美味しい。スタバと一緒とかって言いたかったんだけど。
スタバではないいやでもうまい。何が薄いのか。普通にコーヒー薄くない。多分エスプレッソなんだよね、うん、これって普通のドリップコーヒーだからもうすでにさそのまま飲めるじゃん。でもスタバとかのはさもう濃縮されたあの、うんうん、エスプレッソにミルク入れてるからさ、うん、エスプレッソってキャンプ場でできる。最近見たんだよね、エスプレッソできる機械みたいな筒みたいなやつで、うん、エスプレッソってなんか豆をさ、うん、ギューってやって息を抽出するからなんか圧力かけれるやつじゃなきゃいけない、うん、それ最近インスタで見たんだよね。へえ、そんなことができるんだ。家でも使えるから買っちゃおうかなって思ったんだけど、一回これでやってみてからにしようと思って、うんうんうん、なんか確かに薄いでしょ、うん、もう美味しいよ、優しい味。1回目にしたら上出来なんじゃないの。はぁ、俺ら家で朝はブラックをなんかちょっとだけ飲んで、うん、で昼仕事の休憩に、うん、カフェラテ、セブンイレブンのカフェラテ、もしくは今日は贅沢しちゃおうっていう日はスターバックスラテ、うん、スターバックスラテもでもセブンイレブンのラテも正直あんまよくわかんない違い。セブンは変わる。ローソンがうまいかもしれない。ローソンうまい。ホットはね。でアイスがうまいのはファミマ。それはわかってる。ローソン、ファミマ、セブン。まあちょっとそれは今大声では言えないですね。しっかり検証してないんで、同時に飲んでないんで。でローソンいいよ。ローソンホットはしかもデカフェできるんだよね。そうなの。待って、こんなに余裕のある朝迎えたの何年ぶり余裕めっちゃあるね。私今日なんなら4時から起きれたからね。4時に起きたんだよ一回。いや知ってるよ。でトイレ行って、いやでもそのまま起きれないでしょ絶対。目パッチリ覚めて寝れなかったのさ30分ぐらい嘘つけ。マジいやケイトが寝れないってことまずないから。目パッチリしちゃってこんな。いやーケンこのまま起きてくれたら最高の朝なのにな。いや無理か。真っ暗だよね。うん、仕方ない寝るかっつって。何俺が起きてたら何をするやつだった。焚き火、うん、4時から、うん、寒っ今日誰もいなくない？いや、4組ぐらい。こんな広大な土地に4組。いや、アルテン最高です。安心安全、半額。楽園。楽園、サウナ。余計なもの入ってる。野鳥、近い。あ、札幌からね。うん。雪少ない。雪少ない。日光浴びれる。それはこの時期。ネクタイさんいる。ゴミ捨てれる。お腹すいた。食べるか。食べようか。ラーメン。久々の朝ラー。朝ラーですね。最近炊き込みご飯系じゃなかった。うん。ね、ミルク入ってるだけで全然なんか優しさが、コーヒーでの癒し効果が何倍にもなる。でもこのコップやばくない？めっちゃすぐ冷めちゃった。うん。やっぱいつもあの魔法瓶みたいなやつだからさ。うん。可愛くしょ。スリーコインズ。あ、これスリーコインなんだ。うん。可愛い。ふう、食べよう。今日はこちら千葉県産ハマグリだし塩ラーメン。どうした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 、テンション高急になんか千葉県産でテンション上がっちゃったなんかパッケージめちゃくちゃうまそう。ハマグリだしラーメンだけどアサリでやると。いや本当はハマグリ買いたかったんだけど、うん、ちょっと今日スーパーいつものスーパーじゃなかったからさなかったね。結構なんかこれ知らない人多そうじゃん。ハマグリは北海道でなかなか売ってません。うん、だから幻の貝だよね。うん、言うならば確かに。うん、ハマグリスーパーで売ってた時本当テンション上がる。絶対買っちゃうよね。買っちゃう。でも高い。高いです。高いです。でこれインスタント麺みたいな感じなんで、一つの鍋でワン鍋でできるっていうのがまたいいですね。本日のラクラクポイントでございます。丸に期待ですね。
あ、ちょうど1リットルか。あ、いいじゃん。ちょっと今作戦会議を開いてたんですが、一手間加えることにしました、うん、ちょっとめんどくさいですけど、さっきなんかワン鍋料理だとか言っときながら、うん、ワン鍋じゃなくなってしまいました。アサリ入れます。お願いします。ウニ、開いてる。わーお、うわ、こりゃいい出汁や、いい出汁や、うわ、しかもこれだけでいくらい、着物って何も見えない。なんか丸が来てからさ、火力が強くなってる、うん、麺の茹で加減完璧だよ。前前までだったらなんかちょっとね、芯残ってたりして沸騰してない状態でやってた時もあったけど、完全に沸騰してる状態だから。いきます。なりました。いいですね、いいですね、いいですね。ここに一旦スープ入れます。このスープ。はい。これ待って、これさ、ハマグリ出汁ラーメン。どうした？夏にこういうのの冷やし食べてめっちゃ美味しかったよ。あれ、これ同じのじゃなかった？これ2回目な気がする。嘘。うん。よし、入れます。はい、フース入れます。お願いします。うわ、神だ。あ、うわ、胃が痛い。落ち着いて、落ち着いて、落ち着いて。あなたが、あなたが、けど汁垂れてるよ、メンマの。うわ、うわ、うわ、こんな感じかな。うまそう、食べたい。めちゃくちゃ見た目いいよ。よし、食べよう。やばい、伸びる伸びる伸びる、はい、いただきます。いただきます。うん、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 え、麺完璧、うまっ、やば、うん、うめ、うわ、スープ超濃厚、胡椒かけたい、うま、これ胡椒だわ、はい、胡椒です。あ、いいいいよ、食べてな、食べてな、ありがとうございます。あぶね、うわ、あー、いい香り、うん、今年さ、千葉行ってさ、千葉の直売所でハマグリ調達してさ、ハマグリラーメンやりたくない？あれ、ハマグリさ、取りに行ってる人いたじゃん、誰だっけ、 YouTube で松浦さん。あ、ABEX の松浦さんが船に乗って、船に乗ってハマグリ取りに行ってたんだよね。そう、で、もう衝撃走って、俺は普通にハマグリを焼いたり煮たりでしか食べたことなかったから、うん、ハマグリの刺身食べてたんだよね。それがマジでうまそうだった。聞いたことない。え、大丈夫なのね、怖いよね、当たりそう。それ行きたいな。でも別に船乗らなくても多分大丈夫だよね、うん、だって茨城のさ、ハマグリって砂浜で取れるもんね、うん、三重のハマグリも気になるよな、桑名の。やっぱ違いあんのかな、どうなんだろうね、違いを確かめたいね。牡蠣は結構違うじゃん、なんか牡蠣は全然違うね。もうやっぱ三重の方じゃない、行くなら。だって四国とか行きたいから。うんうん、三重か、次はで琵琶湖でキャンプして。いいね、琵琶湖。あー、うん、すんごい距離取れた。もう一杯食べれるね。こんなに朝堪能したのにまだあと1時間以上あるよ。マジ？
さまでした。知らない人になってる。知らない人？誰だ、目入れ替えたのは。え？変化？への字にすればいいっていうもんじゃないんだよ。違う、昨日と。違う。同じじゃないの？違う。違う。目と目の。これやりすぎ。若返った。若返りました。あれ？40歳。うん、こんなんぐらいだわ。さっきのちょっとやりすぎ、勝手に目変えられてた。戻ってんだよ、こっちは目一個一個も変えないでくれ、勝手に。さよなら、肉体さん。どっか行くの、ケン。あいつ？なんかあるかな。まだ11時だ。なんか腹減ったな、普通に。いません。ラーメン足りないな。丸友行きたいけど食べれません。今日は鹿いないんですね。今お昼ご飯じゃない。お昼ご飯か。お、スノートレッキングやってる人いる。へえ。めっちゃ動物に出会えるだろうね。ジャージみたいな格好で恥ずかしいな。おしゃれなの？めちゃくちゃおしゃれ。へえ、恥ずかしいね、それは。こちら隣に見えますのが北海道の島回転寿司根室花丸でございます。トリトンと本当に僅差。僅差だね。僅差だよね。まあ、どっちかですね。トリトン、どっちも行きます。で、ここは白石区の南郷という場所でございます。めっちゃおしゃれ。au と繋がってんだ。なんか食べる？食べるよ。やば。え、外すげえ。やば、めちゃくちゃいい、ここ。めっちゃいい。ここ何号？店内もめっちゃおしゃれだよ。そう、ちょっとね、人がたくさんいるのであんま映せないけど、あんま映せないんだけど、今の季節は
牛乳ソフトやってないらしい。わあ、めちゃくちゃ濃厚。本当？ケン絶対好きよ。本当？チョコにはうるさいよ。俺小さい頃さ、なんかあの家で家族が誕生日祝ってくれたりしたじゃん。ケーキ必ずチョコだったね。私も。あ、けども普通なんか子供ってショートケーキでしょ。ショートケーキのホールチョコだった、ね、私も絶対チョコだった。へえー、気合うね。でもケーキいらないから焼き鳥にしてくれって言ったこともある。ケーキいらないっていう子供いるんだ。しかもあれでしょ、焼き鳥塩でしょ。塩タレじゃなくて。うわ、濃厚。美味しいね。めちゃくちゃうまいね。うん、あ、これはいいチョコですよ。ベルギーのラテも飲んでみて。美味しそうだよ、うん、なんかちゃんとラテアートしてくれてたよ。ちょっとそれパカってしてみて。ほら、本当だ。今日の朝飲んだやつとちょっと比較してみますか。失礼だよ、比較すんの。絶対うまいでしょ、森彦だよ。いや、風味は違うね、全然違うでしょ。おしゃれ。 JB ってどういう意味なんだろう。 JSOUL BROTHERS じゃないの。絶対いいミルク使ってる、これ。キャンプ場でこんなの作ってみたいね。いや、ラテアートやりたいな、また。いや、ケイト上手だからな。買ったら家用に。いや、本格的にやるならデロンギ、なんか、もうめっちゃでかいやつじゃないと。あの、200万円ぐらいするやつ。中古で200万。このシュー食べなさいっけ。いや、ケイトいいよ、あげる。やる、うん、やる。昨日ケイト温泉入れなかったから、やる。かわいそうだ、温泉入れなかったの。かわいそうにケイト。じゃあ帰ります。帰ります。いいカフェでした。ああ、リラックスできたね。てか昨日今日すごい時間にゆとりのある感じで。まだ12時だよ。すごいね。どうしたんだろうね、こんなに余裕のあるなんて。残すところあと冬キャンプ1回2回だとは思いますが、うん、なんか春の気配を感じた、うん、春の匂いはした？いや、してないしてない。春の匂いしてない。じゃあ、あの歌はまだね。まだ歌わないな。あの歌、本当は冬の匂いって言っただから。ああ、そっかそっかそっか。春っていうのはアンサーバージョンだからさ。うん、アンサーソング。うん、だからちょっとなんか春の匂いした時に必ず歌うかっていうと、冬の匂いの時にもう終わってんのよ、あの歌のピーク。そうか。でも俺、匂いって一年の中で一番、あ、匂いするなっていうのは春だと思うんだよね。ああ、そう、うん。あなたは冬？そうだね。え、冬の匂いある？春じゃない。だからそれは一般的な人たちでしょ、一般庶民。感性豊かな。そうそうそう、感性豊かな人は 冬も感じれんだっていうところに着目した歌なんで。え、着目した歌、うん、え、歌詞同じだよね、春の匂いのやつと冬の匂いのやつって。え、冬の匂いってあるって。あ、そういう意外性。そうそうそう。あ、春の匂いはまあ普通、うん、まあまあ、みんな知ってますよね、みたいな。自分でこの話持ちかけといて面倒くさそうにするのやめてくれる。いや、俺はそろそろ春が来るから春の匂いの歌かなと思って振ったんだけど、こんな面倒くさい話になると思う。そう、あなたがなんかぐちゃぐちゃに、もともとは冬の匂いから始まったんだみたいな、いらん話し始める。お疲れ様でした。皆さん、あのアルテンの L の5番にネクタイさんがいらっしゃいますので、うん、もしこの後アルテンに行く方いましたら、ぜひ L の5番に行ってネクタイさんにちょっと挨拶でもしてもらえればなと。たまにね、目とか眉毛が落ちちゃうことがあるから、ちょっと手直ししてもらって、うん、しばらくなくならないよね、きっと。あれはそうだね、木の横に置いてあるから、うん、誰も意地悪しないし、うん。本日もご視聴ありがとうございました。それではまた。テントごと。